はいどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、寝起きのゆうこれです。40分前にね、遊戯王コラボの、パワーアップが発表されました。まあ性能見ていこうと思います。いきましょう。遊戯、カイバセと、闇マリク、この3体が強化されることになりました。まあまあもうあれだね、予想通りって感じだね。僕は冗談抜きでブラックマジシャンガールに入れて、遊戯のサブとしてブラックマジシャンガールの、まあ、というよりは欲竜だね。欲竜からのブラマジがめちゃめちゃ強いから、まあ、ガチで強化してほしかったんだけど、まあ、さすがにね、そこまで考えているプレイヤーはあんまいなかったので、まあ、やっぱりね、もう大人気のキャラが3体ピックアップって感じですね。はい。で、まあ、そんな感じでね、じゃあピックアップの内容見ていきましょう。まずはね、遊戯、変身形態、これ見てください。スキル。23ターンから20ターンです。これつまり単純に3ターン減ったんで、ファガインよりも短くなったと。これはね、間違いなく強いですね。で、まあ、結構でもね、76で使う場合って、リダチェンキャラがまあ大抵必要なんで、まあ、20ターンでも23ターンでもあんま変わらないんだけど、6号で使う場合に関してはもう全然もう格が違う強さになるし、第一リダチェンしない場合もあると思うんでね。まあ、とにかく間違いなく強いです、これは。3ターンも減ったんで、3ターンってもう全然違うんですよ。3回スキル試しなきゃダメなところを全部消せるんですよね。これはめちゃめちゃに強い。この強化はもう別キャラです、完全にこれが20ターン。20ターンになるのは。これは本当にやばい。そんな感じですね。はい。まあ、20ターンに変身スキルが短くなりますと。で、20ターンになったにもかかわらず、変身形態にも強化が入る、マジわがままな感じのキャラで、HP が800増えて、攻撃が100増えて、回復が150増えました。まあ、これは単純な強化だけどね、そもそもね、強くなると考えれば、まあ強いんじゃないでしょうか。リーダースキル、悪魔タイプの全パラメーターが2倍、毒ダメージを無効化、闇を6個以上繋げて消すと攻撃力が10倍、固定100万ダメージ。なんと火力も上がります。18倍火力から20倍火力に上がりました。これはもう全くもってもちろんね、違いますよね。18倍から20倍って。めちゃめちゃ強いと思います。まあ、遊戯って元々が強いんで、全然強化されないと思って、僕そもそも入れる気なかったんですよ。強化されないと思ったから。めちゃめちゃ強化されてますね。もはやこれを想定して作ったんじゃないかってぐらいに強化されてますね。いや、間違いなくこの子は強くなりました。もう全然こんなん A プラスないですね。遊戯完全 S ランクですね。これはもう間違いないです。めちゃめちゃ強くなったと思います。はい。で、闇遊戯、究極の方ですね。ステータスが HP が200上がって、攻撃が600上がりました。で、回復が30上がったと。まあ、自分に強化入ってますね。で、光と闇を同時に4個以上繋げて消すと、攻撃力が4倍に変わりました。5倍から4倍に下がってます。で、2コンボ加算。闇属性の HP が2倍、攻撃力が5倍と。まあ、こっちが4倍から5倍に上がってるって感じですね。まあ、使いづらかったんで、せめて闇属性の倍率をね、上げておいて、光と闇の倍率は減らしておこうって感じですね。まあ、20倍の火力は特に変わってはいません。はい、次見ていきましょう。闇雪はサブ性能だからね。武器ですね。オシリスの天空竜のカード。レス強化1個増えました。単純な強化ですが、このレス強化1個ってやっぱ 1. 点何倍とかのね、倍率かかるので、まあ、単純に強化入っただけだけど、闇レス強化4つは強いと思う。単純にね、レス強化4つ持ち武器に強化されました。では、個人的にこの強化を見て、もう思ったのは強すぎないの一択です。もう強くね。もう単純にね、全然交換する価値のあるキャラに変わったしね。本当に強いと思う。まあ、ただね、全くパーティーを組めないのに交換する必要はないんですが、単純にパーティーが組める人からしたら、交換する価値のあるキャラになったんじゃないかなと思います。まあ、めちゃめちゃ強いよね。普通にびっくりしました。まあ、一応これが遊戯の強化内容ですね。単純に倍率上がったけども強いのにね、スキル20体になりましたと。まあ、変身形態の方がぶっ壊れたって感じです。次、カイバセットですね。見ていきましょう。まずはね、進化前から。HP が900、攻撃が300、回復は変わらずです。まあ、単純にステータス強化ありがたいですが、リーダースキル、水属性の攻撃力が5倍、HP80% 以上で受けるダメージを半減。水を6個以上繋げて消すと、攻撃力が 3.5 倍、固定5万ダメージと、0.5 倍分プラス入ってますね。15倍から 17.5 倍なんで、単純にでかい倍率強化ですね。まあ、ココヘルキャンとかに比べても火力はこっちの方が出るので、単純に強くなったと思う。うん。まあ、そうだね。これはもうね、もともと会話システムとかもあるぐらいで普通に使えてたキャラなんだけど、さらにこれが強化されたから、まあ、ちょっとこれ後で見なかった組み合わせで使ってみた動画あげようと思っています。はい、もう単純に倍率も上がったので強くなったんじゃないでしょうか。まあ、ただただ単純な強化ですね。ありがたいですね。はい、次、会話の究極。HP50% 以上でダメージを軽減。水属性の攻撃力が5倍。水を6個以上繋げて消すと、攻撃力が4倍。9個消して2コンボ加算と。
単純に 4.5 倍が5倍になりましたと。まあ18倍から20倍だけどありがたいっちゃありがたいか。でもこっちの携帯はね、あんまり使わないと思うので、まあ一応おまけ程度って感じかな。そんな使えません、こっちは。まあ、とは言ってもね、強化された方がマシだからね。まあ、単純に強化されましたよって感じです。はい。まあ、もともと会話ね、強すぎるからね、多少強化があれなのはしゃあない。で、最後にカードですね。指延長プラスが1個増えました。まあ、スキルブース武器だったんだけどね、指延長は1個増えましたよって感じですね。まあ、会話に関しては元が強いからそこまでめちゃめちゃ強化は入ってないって感じだけど、進化前が15倍から 17.5 倍になったのは結構でかいところだと思う。一応、進化後もステータス変わってるね。HP が1000上がって、攻撃力が100上がって、回復が90上がってるんで。まあ、単純にもうシンプルにマジで強化されてる。もうなんか特にめっちゃぶっ壊れたことはないけど、ただただ強化されてるから使いやすいって感じじゃないでしょうか。まあ、今この性能を比べたとしても僕は遊戯よりやっぱ会話の方が欲しいんだけど、まあでも遊戯も十分強くなったと思う。まあ遊戯が全然 S、まあ A プラスかな、でも。S は言い過ぎかもしれんけどな。まあ遊戯自体が結構ね、難しいからね、やっぱ。でもまあ十分強いと思うし、いやでも会話がやっぱ S って感じはあるよね、ミナカ使ってる人だと。もう本当に強いからね、そんな感じです。はい。で、最後に闇魔力も強化入りましたよと。まずは進化前から HP が900上がって、攻撃力が300上がって、回復力は変わらず、リーダースキルですね、悪魔と神タイプ、はい、悪魔縛りが神タイプになったんで、これはねまたね魔力めっちゃ使いやすくなると思う。で HP が2倍、攻撃力は6倍、闇の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍と。そうだから、これはでも単純にねこの子使いやすくなるよね。悪魔縛りがだるかったんだけど神タイプも使えるようになったから、かなりパーティーの幅が広がって使いやすくなるんじゃないかなと思います。これは普通にゼログ的な感じで使えるパーティーになるんじゃないでしょうか。進化前リーダースキルもともと強かったけどね、使いづらいって理由で使ってなかったと思うんで、まあ、かなり評価されるんじゃないかなと思います。はい。一応進化前が強化されましたと。で進化後、5色以上同時攻撃、待ってステータス見よっか先に。 HP が400、攻撃力が100、回復が270上がってます。はい。落ち込んなしで5色以上同時攻撃で3コンボ加算、人や水属性の HP と攻撃力が2倍、10コンボ以上で攻撃力が9倍と。めちゃめちゃ上げましたね。上ももともと12倍だったのが18倍に上がりました。まあ、運営も察したんでしょうね。マリクの使用されてるか使用されてないかのデータを見て。まあ、そうですね。これ僕の感想としては、18倍になったところで誰も使わないんじゃないかなと思います。まあ、単純に多色ってしてるのもね、使いづらいんですけど、別に落ち込んだしで3コンボ加算あって18倍 DO が、使うメリットはあまりないと思うので、まあ、これももはや運営さんは20倍ぐらいまで上げても全然良かったんじゃないかなと思いますが、まあ、なおさら控えめなんで多分使われることはないって言いつつも、何かしら革新的なパーティーはできるかもしれないからまだ一応言いませんが、僕の評価としては今のところやっぱ A ランク、B ランクくらいですね。まあ、そうだね。やっぱ5色以上同時攻撃で3個も加算されたところでね、別にいらないしね、そんなに。うん、って感じでした。はい。で、最後に武器ですね。ラーの抑止流のカード。もともと強かったけどね、これ。バインド回復とスキル封印耐性が増えました。まあ、これは単純にありがたいですね。単純な強化が入ったって感じです。はい。まあ、っていう感じがね、今回の遊戯王コラボとね、情報修正となります。いかがでしょうか。まあ、個人的に意外だったのが、遊戯がめっちゃ強くなった。普通にね、全然変わらないと思ってたんだけど、20ターンにもなったしね。で、性能も実際上がってるじゃん。20倍に軽くも。単純に遊戯が強くなってめっちゃ驚いてる。で、まあ、武器も強くなってるからね。まあ、遊戯が本当に強くなったって感じかな。で、解剖セットはね、元が強すぎるからあんまりね、強化入んなかったって感じだけど、進化前しれっと倍率上がってるんで、僕の、まず最強解剖システムがまた強くなると思うと、ちょっと興奮しますね。また最強解剖システムが強くなるのかなという。うん、で、まあ、進化後とかはね、特にね、あれなかったからね。サブ性能としての強化はなかったから、ちょっと残念だよね。で、マリックは頑張って強化してくれたけど、進化前はワンチャン使えるかな。でも、進化後は結局多色だから使えないと思う。まあ、武器も強化してくれたからありがたいけどね。まあ、結局なんか弱いキャラは弱いままなのかなっていうのはちょっと思いました。はい、そんな感じですかね。はい。じゃあ、まあ最後、時間も少し余ったんで、ちょっと引いていこうと思い、え？いや、遊戯王ガチャがもらえるはず。多分。多分もらえるはず。さすがに。だって昨日投票したから。あ、もらえてないんで引きまーす。もうちょい後からもらえるのかな、わかんないけど。まあそうですね、今回のガチャに関してはね、元がね、結構ね、弱かった。まあそうだね、弱いキャラが多かったっていうのもあってね、単純に引かない人も多かったと思うんですが、まあ全然それはいいと思います。ただね、今回交換可能な3体が強化されたっていうことでね、なおさら、こういう強キャラをね、ゲットしやすくなったと思います。ぜひともですね、自分の公開したいキャラが、交換したいキャラがいる場合ですね、魔法石を貯めてもらって、必ず交換するようにしておきましょう。っていう感じでね、じゃあ今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。じゃあ最後に、
一回だけ聞いて終わります。まあ虹出して終わろうや。お、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。